今年動画にしたトマトのすんごい徒長した苗、今の現状をお見せしたいなと思ってます。これです。まあまあいいんじゃない？ね、あの徒長したひょろひょろのさ、苗に比べたら、すごくいいと思うよ。見た感じ、ね、見た感じ、徒長した、まあ、若干このね、影響あったのかな、ここね、節間長いなって、節と節の間がね、節間長いなと思うんで、ちょっと影響あったかなって思うけれども、まあまあまあ、ね、いいんじゃないっていう状況です。こっちもそうね、結構太くなってきたし、ここの毛も伸びてくれてるから、水分量もいいのかな。うん。で、ほら、ね、そんな普通に、ね、おかしくないっていう感じではないでしょ、ほら。ね、だからあの深植えをするっていうのが一つ徒長した時の対策としてできるっていうことを一つまあ皆さんに示せたかなと思っていますね。だから徒長したからってまあ巻き直しするならしてもいいんだけれども、焦らずこういうふうに生かすこともできるっていうことを、まあ、一つ示すことができたかなと思ってほっとしてます。全部ね、あのしおれて死んでしまって、ダメでしたってならなくてよかったなと思っています。で、若干足りない分は、まだ脇芽でできたのを刺したりして増やしていこうかなと思ってやってます。で、こいつらはもう少し、あと2、3週間置いてから植え付けかな。ゴールデンウィーク中に植え付けることを予定してるんで、もう少し植え付けの動画は待ってきてもらいたいなと思います。で、ゴールデンウィーク、青森ね、5月頭、ね、半ばとかなってきても、まだ若干ね、風が冷たかったり寒かったりっていうのがあるんで、まあ、一応ね、苗の段階だけども、昼間は外に出して、寒さに慣れさせようとしてるんで、ちょっと寒さに当たって、葉っぱの裏はちょっと紫になってるけれども、これアントシアンが出て、寒さから身を守ろうとした結果なんだけれども、寒さに慣れさせようっていうのはやってます。順化させてる状態。っていうか、あまり暑い状態に置きたくないから、蒸れたりして、また病気が出たりするかもしれないから、外の風通しが良くて日当たりのいいところに置いて、慣らしてる状態です。で、それでも、慣らしてはいるけれども、真夜中はやっぱり家の中とか風除室とか、そういう場所に入れてるんで、まだ5月ゴールデンウィーク入れても寒いと思うんで、その時の苗の守り方、保護の仕方っていうのも動画にしていって、きます、やります、うん、それもやります。植え付けの方法もねやったりします。で、あとはナスとかキュウリも今順調に育ってるんで、ちょっと量が多くてナスはあったかいのを好むから、まだ家の中の2階の日当たりのいいところに置いてるんで、持ってくるのめんどくさかったから、今回とりあえず徒長したトマトね、話題となるトマトをやったんだけれども、そいつらも植え付けて、いきます。まあ、とりあえずゴールデンウィーク、今ちょうど青森も桜が満開になり始めてきて、もう満開になったかな。うん。で、木蓮とかも咲いてるんで、拳の花とかも咲いてるんで、おそらくね、まあ、遅霜の心配はほぼない。95% も遅霜はねえなっていう状況。お花の、あれで見ていけばね。花を見て判断する。やっぱ時期の植える時期とかはね。ね、なんだっけ、ウグイスが鳴いたらだったか、ホウホケキョウはウグイスだっけか、あれが鳴いたら豆植えたりとか、そういうの判断するんだけども、青森市はとりあえず今のタイミングだったら、拳の花が咲いたら、ジャガイモを植えるっていう感じ。でも、トマトたち、夏野菜はちょっと早いから、もう少し待って、から植えたいと思います。とりあえず今回、まあ、中間報告っていう感じで、あの、徒長したヒョロヒョロのもやしの苗でも、なんとかカバーできました。なんかまだ他にもね、あの、木島敏夫先生っていう有機栽培の世界で有名な先生いるんだけれども、のやり方で、胚軸切断法って、あの、途中した苗の途中から切って、刺して、根出して、やるやり方もあるみたいなんだけども、まあ、それは今年はできないから、まあ、来年は途中させたくないけども、途中したら、来年それやってみようかなと思うんで、胚軸切断法なんてやり方もあるんで、興味ある方は調べてみてください。で、とりあえず、うちは、深植えっていう形でカバーできたんで、もし、ね、今後ね、徒長した、してしまったっていう時は、苗あったら、深植えで対応してみることをお勧めします。あとは、あとさ、そう、これ、この苗を見るとき、この双葉が、定食の時まで残ってるのが一番いいんだよね。で、今のところ元気で残ってるし、これが、この角度がさ、開いてれば水多いとかさ、少ないとこう縦になってくるとかあるんだけども、まあこの状態だったらまあまあいいんじゃないかなって、トマトは乾燥好むし、この仕様で健康を見たりするんで、とりあえず今のところこれを見た感じはいい感じ。今のところは順調です。あの、徒長したやつみんなびっくりして、
俺もびっくりしてしまった、失敗したやつだけどもカバーはできたということで、一つ一つこの結果を示せたのは俺としてはほっとしました。とりあえず中間報告でした。まあこういう感じでまだまだこの倍 2.5 倍ぐらいあるんで、ナインがね、トマトのナインが、とりあえずね、ご報告までに動画にしましたんで、今後とも期待して待っててください。ファーストトマトいっぱい食べるぞこれね、今年、うん、っていう以上で動画終わりにしようかなと思います。トマト元気です。